キョンシーのお兄さんを探しに冥界の入り口まで行くということですけど。どうやって冥界に行くの？何か当てはあるようだけど。何、簡単なことだ。いつも冥界から来ている者たちに頼ればいいのだ。いつも？そんな鬼がいたか？セミ、来たぞ。お、この声は白無常と黒無常。早かったな。助かるぞ、二人とも。生命殿の方からお呼びいただいたのです。何か緊急の要件かと思いまして。ああ、少し急ぎなのだ。一体何だってんだ？冥界に案内してほしいのだ。お前たちならたやすいだろ。我々が案内できるのは死者のみです。生きている方は術をかけて一時的に仮死状態となる。それなら問題ないだろう。何、入り口に案内してくれるだけでいい。確かに問題ないが、なんでまた冥界なんかに？人、いや、鬼探しだ。鬼探し？さあさあ、こちらが三途の川でございます。ここが冥界か。まだまだ無縁だと思っていたのだがな。違いない。八尾区に置いてきちゃったね。仕方あるまい。彼女は死ぬことができない。冥界へも入ることができないのだ。死ねないか。一体どんな気持ちなんだろうな。そうね、きっと心細いと思う。しかし鬼探しだなんてな。一体どんな鬼を探しているんだ？あ、言うのを忘れてましたね。キョンシー三兄弟の一番上です。こう、青白い顔でぴょんぴょん飛び跳ねてるような感じの。はて、私は覚えがないのですが、クロム城、あなたはどうですか？それってよ、そこにいんのがそうじゃねえか？キョンシー三兄弟の一番上だな。ああ、そうだけど、俺になんか用でもあるのか？お、あれ？なんか意外とあさり見つかりましたね。捕まって働かされてたんじゃ。ああ、そうそう、変な天狗に捕まって無理やりに働かされてたんだけど、必死になって働いてたらふと眠くなって気がついたらここにいてな。きっと死んじゃったんですね。で、ここで途方に暮れてたら船の船頭さんに船の空きが出るまで待ってるように言われてさ。拍子抜けですね。頭は足りなさそうだが、運のいいやつだな。とにかく見つかってよかったじゃねえか。そうだな。教師よ、弟と妹が探していたぞ。これ以上心配をかけたくないなら、我々と一緒に来るんだな。おお、連れて帰ってくれんのか？じゃあ、ついてくよ。そういうことならば、私たちにお任せください。船頭に声をかけられたということは、船の乗客名簿に名前を書かれたということ。そうなったら、船頭は何が何でも、そのものを三途の川の向こう側へと連れて行きます。ええー、そうなのか？もしかして帰れないとか？普通はな。けど俺たちから話を通せばそれは取り消せる。ついでに弟さんや妹さんのところにお返しいたしますよ。ふん、ならば頼んだ。はい、では早速参りましょうか。おう。なんか本当にあっさりしてましたね。まあ、無事だったということで、何も悪いことではないではないか。は、つまらんな。冥界に来れば、あっきらせつ、一匹や二匹はいると思ったんだが。そんなのと戦うよりかは、あっさり終わった方が随分いいわ。そうですね。目的は果たしたし、早く帰りましょう。本来ならここは私たちがいるべき場所ではないだろうし。
そうですね。琥珀たちは来た道を戻りましょうか。いや、そう簡単な話でもあるまい。今度は私たちが迷ってしまう。それはどうしてでしょうか？おい、それでも鬼なのか？死んだ者の多くがどうして現世に帰ってこないと思う？それは帰れないようになっている。だから世の中が人の霊魂で溢れない。それはわかりましたけど、では帰る方法は？鬼のようにここに慣れているものなら道案内くらいはできるだろうさ。だから白無常と黒無常をわざわざ呼び出したのだろう。そういうことだ。ああ、なるほど。じゃあお二人が戻ってくるまで待つしかないってことですか？そういうことになるな。でもただ待ってるだけでいいの？さっきも言ったけど、ここは私たちがいるべき場所ではないのだけれど。そうさな。聖者の匂いにつられて亡者や鬼が集まってくる可能性もある。追い払えばいいだけなのだが、いちいち面倒ではあるかもしれん。どこかに隠れられればいいのだが。そういうことなら私が案内してあげてもいいわよ。モーバ様、どうしてこんなところに？私が普段住んでるところ、この近くにあるのよ。え、そうなんですか？てっきり黒夜山がねぐらかと。前にも言ったと思うけど、私のお茶はね、飲めばたちまち何もかも忘れてしまうものなの。それでそれを知った冥界のお偉いさん、エンマ様のことなんだけどね。現世でのことをきれいさっぱり忘れて、しっかり輪廻転生してもらおうって。そういうことで夜道の途中に店を作ってくれたのよ。そうだったんだ。まあそういうことで道案内なら私に任せて。一度勘違いで襲いかかっちゃったし、その時のお詫びよ。白無常黒無常には後で私が知らせておくわ。そういうことなら。残念だがそうはいかんな。何者だ？拙者が聖者の匂いに釣られてきたそこいらの鬼に見えるか？あなたはハンガン様？どうかなされたのですか？モーバ、悪いが今は下がっていて。その男、生命に用がある。私に？ああ、そうだ。もっとも用事があるのは拙者ではないがな。なんだと？ついてきてもらおうか、生命。これはエンマ大王様の沙汰である。なんだと？あのエンマ大王か。エンマ様が聖者に用事があるなんて聞いたことがありませんよ。理由をおっしゃってください。お前が知る必要はない。せい、まさか抵抗はするまいな。せいめい様、下がれ琥珀。ここで逆らうのは得策ではない。しかし琥珀。理解が早いのはいいことだ。さあ、行くぞ。ああ、そうしようか。どうしましょう？生命様が、生命様が。力でねじ伏せるか？今ならすぐに追いつけるぞ。それで解決すれば、そうしたいところですが、相手は冥界の大王ですから。落ち着いて二人とも。どうしてそんなに焦っているの？何か用事があって呼ばれただけでしょ？エンマ様は裁きの神様よ。裁くとき以外、人間には接触しないわ。え？つまり、エンマ様は、生命を裁くために呼びつけた、ということよ。生命を、裁く？どうして？あなたたちがわからないなら、私にはさっぱりだわ。でも、エンマ様が無意味にこんなことをするはずがないわ。
一体何が？あ、白無常様、黒無常様。生命殿の姿がない。おい、生命はどこだ？反感とかいうやつに連れて行かれてしまった。ち、先導に話を聞いて飛んできたが、先を越されたか。あのキョンシーを先導に任せてきて正解でしたね。おい、一体何が起こっている？その様子じゃ何か知っているんだろう。近頃の都の混沌とした様相と、その原因には心当たりがありましょう。もう一人の生命、黒生命によって人為的に陰界の裂け目が作られている状況です。それがどうして生命様に？まさか。そのまさかだよ。もう一人の生命が犯したであろう罪が、全て私たちの知る生命様にかぶせられています。ぬめぎなというやつか。おのれ、黒生命め。エンマ様、生命を連れてまいりました。そうか、ならば前に出ろ。陰陽師生命。どなたが生命か、まずは初めましてかの。はい、お初にお目にかかります。そなた、自分が呼ばれた理由はわかるか？いえ、私自身の行いを顧みても皆目見当つきません。しかし冥界の王にて裁きの神であるエンマ大王様に呼ばれたのです。身に覚えのない罪で裁かれるということだけは理解しております。ほう。生命、エンマ様の前で嘘をつくとためにならんぞ。ハンガン、少しおとなしくしていろ。今はわらわと生命が話をしているのだ。は、申し訳ございません。して、生命、身に覚えがないとのことだが、それは本当かい？ええ、本当ですとも。少なくとも、今の私には。しかし生命、近頃都で起こる混乱は、必ずと言っていいほどお前が関わっている。自分の住む都が混乱に陥っているのです。解決のために関わりもしましょう。そうではない。原因として関わっているだろう。わらわには見えるのだ。お前の魂に刻まれた罪の刻印が。沈黙は思い当たる節があるとして、肯定と捉えるが？思い当たる節はありますが、それはやはり、濡れ衣でございます。濡れ衣とな。しかし、当人がいくらそう言うても。エンマ様、それについては俺たちが弁明させてもらうぜ。お前たち、今は生命の裁判の時間だ。関係のない者は即刻ここから出ていけ。しかし、それでは裁かれる者にとってあまりにも不公平というものです。一理ある。では、ならば話を聞いてやろう。エンマ様、よろしいのですか？よい。白黒はっきりつけることがわらわの仕事ぞ。エンマ様、ありがとうございます。まずは先に礼を言わせてくれ。ありがとう、二人とも。何言ってんだよ。いつもこっちが助けてもらってんだ。こういう時に力になれないでどうするってんだ。そうか、すまんな。神楽たちはどうした？外で待っていてもらっています。ここはエンマ様の裁きの間ですからね。エンマ様の使いの私たちならともかく、それ以外の方を入れるわけにはいきません。他の鬼に襲われたりはしないのか？ええ、それはご安心を。モーバも一緒にいますしね。ならばよし。ふん。おい、生命。お前ちゃんと弁明はしたんだろうな。
濡れ衣であるとは言った。ってことは、あいつのことはまだ言ってねえんだろ。言う前にお前たちが来たからな。いや、どうせお前のことだ。回りくどい言い方してたんじゃないのか？たくお前はいつもいつも。クロム城と、無駄口だったね。話には聞いていたが、あの二人と随分親しいようだな。都を守るために何度も力を合わせてきたからな。都を守る？混沌の渦中にいるお前がか？まあいい。エンマ様が白黒つけてくださるだろう。拙者が言うべきことは、これ以上何もない。さて、濡れ衣である証拠。もしくは納得のいく理由を言うてみろ。先ほどより報告しておりましたが、ここにいる生命殿の他に、もう一人、別の生命殿が存在しております。都の混乱は、このもう一人の生命殿によって引き起こされています。それは承知しておる。それで十分じゃないですか。原因はこいつじゃない。それに、こっちの生命は都を守ろうとして、あっちの生命は都を壊そうとしている。実際それで敵対もしているんですよ。同じ顔、同じ声、同じ力を持ったものだ。それが正反対の目的を持つ理由は何だ？自作自演の可能性も捨てきれんだろう。それに、魂に刻まれた罪、それを覆すには証拠が足りぬ。それは、私たちが証人では足りませんか？わらわはなお、あまたの罪人を裁いてきた。いや、それだけではない。腐るほどいろいろな鬼も見てきた。エンマ様、何を？早い話。わらわは、そのものの本質を見る目に自信を持っている。そうでなければ、公正に裁きを下す者としてやってはいけない。白無常に黒無常。そして、ハンガンよ。お主たちが信頼に値するものだというのもわかっている。そんな者たちがここまで言うのだ。本当に濡れ衣かもしれん。だが、魂に刻まれている罪を覆すにはこれでは証拠が足りんと言った。だから、そうだな。いいだろう。情状酌量の余地を与える。しかし、それでは。わらわは生命を信じたわけではない。わらわ自身の目を信じたのだ。ああ。エンマ様がそこまでおっしゃるなら。ならば、生命殿を解放してくださるのですね。ああ。だが、先ほども言った通り、わらわは生命自身を信じたわけではない。もし、本当にここにいるお前が無実ならば、すべての問題を自身の手で片付けてみろ。いいか？お主が本当に死に、この場所に戻ってくるまでにだ。できるな？いや、やってみせろ。は、寛大なお心遣いとお言葉、ありがたき幸せにございます。さて、ならば早々に都に戻るがよい。お主はまだ死んでいないのだからな。それに冤罪を晴らす絶好の機会かもしれんぞ。それはどういう、まさか。そのまさかだ。もう一人のお前が動いたようだな。なんでそんなことがわかるんだ？言うたであろう。わらわは目に自信がある。生命殿！ああ、道案内を頼む。任せろ！本当に良かったのですか？野放しにしてしまって。それについてはお前に任せる。これより奴を監視して、信用に足る人物かどうか判断しろ。はっ！この判断、抜かりなくやり遂げましょう。魂に刻まれた罪か。おそらく生命と黒生命とは。まあよい。今はあの者たちの行く末を見せてもらうとしよう。
心配かけたな。ううん、無事ならそれでいい。黒生命をどうにかするという使命は課せられてしまったな。何かあったのか。どうやら都の方で異変が起こったらしい。まさか黒生命が。ならば現世まで私たちがお送りしましょう。そんな、この陰の木の濃さ、ただごとじゃありません。これは一体都で何が起こってやがる。どこかに新たに陰界の裂け目が生じたのは間違いないのだろうが、だがそれだけでは説明がつかない。セーメス、よかった、ご無事でしたか。ヤオビクに一体何が起こったの。それが町に突然鬼たちが溢れ出して。なんだと。ち、黒生命の仕業か。ヒロマサ、手を貸せ。あとお前のヤモだ。生命よ、何か手立てがあるのだな。ヒロマサの結界の力と私の霊視を組み合わせる。エンマの目ほどとはいかぬだろうが、都くらいの広さならば何とか見渡すことができるだろう。それで元凶を探り当てる。わかった。これを使え。すまんな。それともう一つ。深く集中する必要がある。しかし、こうも陰の気が濃いとうまく集中できん。この辺りに、できるだけ強力な結界を張ってはくれんか。いいだろう。これで貸し二つだ。そうだな。よし、お前たちも結界を張るのに力を。待って、何か来るわ。どんな時でも邪魔は入るものだな。そんな、この定員まで悪鬼が入ってくるなんて。結界を張るにもあれは片付けなければならんだろう。雑魚は相手にしたくはないのだが、そうも言ってられんな。よし、行くぞ。私と共に戦ってくれ。大丈夫、離せないから。ドリア、バッチョ、ドリア、両室。大丈夫。出せないか。いけるな。急げ急げ。おにぎりが俺を待ってるぞ。この瞬間進化。大丈夫だ。みんな出せないか。いけるな。急げ。おにぎりが俺を待ってる。出してよ。宇宙に寄り付けよ。大丈夫だ。みんな出せないか。いけるな。おにぎりが俺を待ってるぜ。ジュフ対応。目覚めよ、時は来た。大丈夫だ。出せないか。ノッコン少女。よい。火の玉。バッチョ。火の玉。よい。大丈夫。みんな出せないか。けるな。お主人さん、わが身の子を。みんな死んで。行くぞ。大丈夫。みんな出せないか。けるな。炎は燃える。
しまうや。私と共に戦ってくれ。バッチョウ。邪魔すぎる。みんな死んで。ガカイ。バッチョウ。目覚めよ、時は来た。私をここに招いたのは何時でしょう。のんきにしている暇はないぞ。わかっている。だが結界を張る時間が必要だ。それまでしばし待て。わかった。今はこの原因を探し出すことに集中して、それまでは私たちが何とかするわ。あまり無理はするなよ。大丈夫。ここで足手まといにはなりたくないから。そうか。琥珀も頑張ります。頼んだぞ琥珀。準備はいいか。ああ、お前を中心に結界を張る。そこに立て。行くぞ。お前たちも念じろ。はい。さあ、舞台は整った。次はお前の番だ生命。おうとも。必ずやこの異常の原因を突き止めてみせるさ。エンマは私の魂に罪が刻まれていると言った。それはおそらく黒生命の。私と黒生命とはもしや。わかったぞ。そうか。なら結界は解くぞ。これだけ濃い容器の侵入を阻むのは骨だからな。それで元はどこなの。一つではない。四箇所から強い陰の気を感じる。それも、一つ一つが莫大な力を持った鬼のようだ。カグラ、コアク、ヒロマサ、ヤオビグニオ。ここから先は危険だ。無理について来いとは言わん。逃げるなら。生命様、コハクは生命様の式神です。生命様を置いて退くことは、
絶対にありえませぬ。乗りかかった船です。しっかりお供させてくださいね。てめえなんぞ助けたくないが、都を救うためだからな。生命、随分と分かりきったことを聞くね。答えるまでもないでしょ、そんなの。そうか、愚問だったか。ならば行こう。黒生命との決戦の時は近いぞ。